ンポン。今度三者面談があります。へえ、そうなんやな。お母さんが来てくれます。そっか、そんなわけで最近のお母さん、三者面談用の服に悩んでるんですよ。いやー、三者面談はさすがに服着なきゃねえ。服の有無を悩んでるの？てか今までのこれ裸かよ。ね、三者面談なら進路の話やんな。先生はもう進路決まっとるんか？もちろん。ほう、私は好きなことで生きていく。カロー YouTube パクって疲れんのやめてくんない？おいおい、それはご両親も承知の上なんか？ねえねえ、私卒業したら YouTuber になる。いいねえ、もえも、マンジ固めのヤバタミエン。何これ、こんな反応だったので、多分 OK だと思います。ちゃんと言葉のキャッチボールをしろ。そんなんで大丈夫かいな。大丈夫大丈夫、不安や。こんにちは。お、今日は三者面談やったんやろ？どんな感じや？いや、それが。ゆずきさんはいつも顔がずれててねえ。あらやだ、ほんと恥ずかしいわ、この子ったら。あははは。それでゆずきさんは将来どういった進路をご希望ですか？ YouTuber です。いいねえ、もえも。おい、上司。あんたこんな時にバカなこと言ってないで、ちゃんとした進路希望言いなさい。怒るわよ。